そこでギャラドスがね、めった打ちにされるのですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでブラッシータウンのポケモン研究所へ行きましょう。さあ、また飛んで戻っていくか。ブラッシータウン、これか。 OK、 移動します。さあ、こんな小さい町にまであいつらはやってくるのね。ここで暴れる気？やだなあ、まったく。ローズ院長が集めていた願い星が今ここにあること、セレブリティにはお見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。願い星とセレブには何の関係もありません。なんでそのこと知ってるかは知らないけどさ、めっちゃ普通に座っとるし。さすがセレブリティですね。あんたたちなんかに渡せるわけない。そのようですね。願い星の価値がわからないあなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう弟よ。ふん、困りましたね兄者。はっはっはっは、困ってんのはソニアと博士だよ。ホップ、ポケモンを強引にダイマックスさせて許さないぞ。それと櫛立ても返せ。おやおや、てっきりチャンピオンが来ると思えば、まさか負けた方がおいでになるとは。またコテンパンに敗北を味わわせて差し上げましょうか。言い任されてんじゃないっつーの。私も来たけんね。その通りですよ。一度負けたくらいで気持ちまで負けてはダメです。一緒に戦おう。あいな、わかった。ひとまずこいつらに出てってもらうぞ。こいつらですと？兄じゃ、我悔しい。こいつらごときにこいつら呼ばわりされるなんて。ええ、高貴な者として無礼な態度は許せません。前より戦闘向きのポケモンで叩き潰し差し上げましょう。どんなポケモンになるんやろ。やっぱ強いんかな。お、2対2や。お、ドータくんと具足武者変わってないやん、具足武者。ドータくん、まあ、あっちの方はもともと知らんけどさ。全然知らんけどさ。これは、お、効果抜群やね。いけるいける。具足武者に。おー、いきなり。いきなり。それ自分もダメージ受けるんじゃない？大丈夫か。電撃くちばし。はい、バーツ、オッケー。向こう、ドータくんの方攻撃してくれたらよかったのに。ドータくんも電気でいけるかな。どうだろうか。お、切り刻ん。やっぱ変わってないやん。やっぱり変わってないやん。ちょっと待って。これはあれじゃない？エースバーンでいけるんじゃないの？ね。よし、エースバーンに交代しよう。来い来い来い。だからなんでこっち攻撃するの？あ、まあ効果抜群なんやけどさ。効果抜群なんやけどさ。あ、バイユール、やられたよ。次は何を出すの？ちょ、早く出して。私が一方的に一人で全ての攻撃を受ける。お、アーマーがいいやん、いいやん。おいし、それじゃあ切り刻み、二度蹴り。私の二度蹴りで、一発で。ドータくんに対しては、炎がいいんかな。お、無限大なレベル62。効くの？微妙やね。めっちゃ微妙やね。しかもなんか、反動でダメージ受ける技多くない？ホップ。だからやられるんじゃないのかい？お、二段切る。一匹も変わってないやん。びっくりするぐらい変わってないんやけど。あ、二人とも効果抜群やん。よし、やっぱ鋼には炎やね。いけ、火炎ボール。オッケー。あ、これでもうソットの方やっつけたやん。よし。あとは、そっちだけやね。倒してやるわ。バッサリと。
ほら、どんどんダメージ受けよるよ。これはちゃんとダメージ与えられるやつ？大丈夫か？跳ね返したりとかはせんか？よし。火炎ボール。これでトータ君も一撃。よし、オッケー。守備力を高めた剣ってね。全然、無駄だから。お、クマシュンレベル48。誰もいないよ、相手。ギリギアル。ここも多分炎でいけるはず。うん、いけるね。オッケー。うん、なんか場所間違えたけど。あー、当たらない。マジか。マジか。え、でも別に違う方を選択した件当たらんかったってわけではないよね。アーマーがただでさえ顔が怖いのに。さらに。よし。ブラストバーン。いけ。あれ、ブラストバーンってこんな感じの技やった？なんかもっとしょぼくなかったっけ？気のせい。気のせい？なんか出方が変わった気がした。さっきからなんか空振りばっかりやねん。個体です。ここは飛行タイプ。アーマーガーいけるんじゃない？格闘やけん飛行が効くやろ。ゲイケ頑張れよ。エースバーンはどうやろ、いけるかな。ちょっと飛行技使ってよ。飛行技とバシバシ使ってよ。なんなら一発でやっつけれるかもしれんやん。ということで、ちょっと私はギャラドスを出していこう。ギャラドスの飛行技でやっつけていく。いいよいいよ、出ただけで攻撃力下げていく。お、それ飛行技やろ。おー、一発ではいけんかったか。いや、しかしそこでギャラドスだね。べった打ちにされるのですね。おお、耐えて耐えて、ちゃんと耐えて。おし、行くぜ暴風。いけー、これで。はい、終了。バラバラになった。めっちゃバラバラになった。イエーイ。もう途中からソットは立っとるだけやったね。兄じゃ、我悔しい。弟よ、これは何かの間違いでは。多分ポケモン、シルディやっけ、あっちも変えてないんじゃない？お、クマシュン。おや、クマシュンの様子が。鼻水が出なくなるかな。はい、来たー。おめでとう、クマシュンはツンベアに進化した。逆にあの口の下のやつはちょっとよだれがつららになったとかじゃない、今度は。ツンベア凍結ポケモン。吐息を凍らせ作った牙は鋼より硬い。ほら、やっぱり。あ、でも吐息か、よだれじゃなかったわ。寒い海を餌を探して泳ぎ回る。うー、寒そう。新しくつらら落としを覚えたい。お、それは覚えさせよう。つらら落としは大きなつららを激しくぶつけて攻撃、相手をひるませることがある。とりあえず眠るを忘れよう。よし、これで眠るを忘れて、はい、つらら落とし覚えた。オッケー。よっしゃ、勝った勝ったぞ。我々のトレーニング用のポケモンが負けるとは。何？レベルが違うとかそういう感じ？わからんけど、ポケモンは石やったよね。ふん、二人がかりとはいえ、褒めてあげましょう。お前らも二人がかりに見えますがね。確かに。早く朽ちた盾を返して、ポケモンをバレさすのもやめろよ。よろしいでしょうか。お話し中失礼します。ん？何？そっち危ないですよ。やっぱり裏切り者やん、もう。わかりやすい。潜入任務、ご苦労様でした。願い星は手に入れましたか？ソット様、シルディ様が時間を稼いでくれたおかげで。軽い音楽で盗まれましたね。助手は願い星をソットとシルディに渡した。え、ちょっと待って。保管してた願い星？あら、見事にやられましたね。ふはっはっは。おばあちゃんめっちゃ冷静。
おかしすぎて逆立ちしてお茶菓子が食べられそうです。どういうこと？先ほどの勝負はただの目くらまし。我々は戦う前から勝っていたんですよ。それではグッバイ。あ、待て、どうして？ソニア博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方ないことなの。我々がもう一度王の末裔として君臨するために。あそこも親族ってこと？切な。今はそっとしてやりましょう。あいつら仲間がいたんだな。信用してた人に裏切られてソニアかわいそうだぞ。あの者たち、大口を叩くだけのことはありましたね。いや、私の予想は当たっちゃったわ。辛いな。だいぶ辛いな。で、なんなんやろ、どこに行くんやろ、この後。行き先を示してくれないかしら。ちょっと待ってよ。静かに出て行っちゃってさ。それは無視するからさ。だってソニア落ち込んでたから。気を使ったつもりですが。確かに騙されたのは私のミス。落ち込んだ。でもはい、落ち込み終了。あいつら大量の願い星を持ってったの。悪用されたら大変なことになるし、しょげてる暇ないでしょ。大した玉ですね。大事件と向き合い、立派に成長したようですね。おばあ様。ダイマックスは人とポケモンの信頼があってこそ、真の力を引き出せます。あの者たちはおそらく、願い星のガルリー氏を強引に注入して、ダイマックスさせているのでしょう。だとすると？さすがはチャンピオンのアイナ。いい感をしていますね。願い星が奪われた今、被害がもっと拡大するかもしれません。あ、じゃあ、他のジムもってことかな。強引ダイマックスさせられてるポケモン、一体何のために？あいつらザシアンとザマゼンタの本性暴くとか言ってたぞ。助手さんが言ってた王の末裔ってのも気になる。もしかしてそのままの意味なの？って、アイナ、タウンマップ見てみて。あ、色が違う。ピンクなんや、スマホ。今度は4つのスタジアムで同時に大きな反応だわ。早速動き出しましたね。スタジアムがやばいとなると、今度こそマリーが危険では。でもそこはダイマックス、あ、でも、あれか、無理やりダイマックスさせるってことは、今までパワースポットじゃなかったところもってことかな。あ、スパイクタウンは大丈夫。てかそもそもパワースポットのスタジアムないしね。あ、やっぱない、ダメなんや、それは。おほん、そうでしたね。あゆな、のんびりしてられないぞ。ポケモンたちをズギャッと助けに行く気ないぞ。どういう擬音かがよくわからぬ。悪いけど引き続き、ダイマックスの方よろしくね。こっちはこっちでシーソーコンビの居場所探ってるから。また SNS で。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さてことで、あとはまあ残りのジムがってことかな。今まで多分3箇所、うん、3箇所行ったけん、あと4箇所、全部で7箇所。え、7つやったよね、ジム。ちょっと覚えてないけど。回っていこうか。